こちらはネットピスト FM ファンシング。さあ皆さん、こちらは FM ファンシング、失礼しました、 FM ファンシングです。はい、引き続きネットピストの実況をしていきたいと思います。はい、さあもう試合始まってますね。そうですね、がアボラ選手ですね。イタリアアボラ選手、イタリアアボラ選手対アメリカマシュー選手ですね。マシュー選手、先ほど伊藤選手を下したニックキマシュー選手ですね。そうですね。まあ、アボラ選手を応援していきましょう。すごい個人的な。しかしパッと見たらもうマシュー選手の方が強そうな、あ、でかいですよね、感じがしますけどね。さあ赤ピストもそうなんですけれども、緑ピストに、皆様ご注目ください。日本人の最後の砦で斉藤俊也選手の試合が始まっております。はい、対するは昨年の覇者ディフェンディングチャンピオンですね、エルワン・リベスリ選手。いやエルワン選手もちっちゃいですからね。ちっちゃいけど強いんですよね。もうフランスの魂なんでね。本当、はい、フランスの魂、魂ですね、エルワン・リベスリ選手、ね、はい、鉄人なんで、はい、もう背ちっちゃいとかあんま関係ないですよね。はい、はい、うちのピストをマルチに実況していきますからね。さあ東條選手のアタック決まりましたね。いいですね。第1斉藤選手、ルペス選手ね、相性悪くないですからね。あ、そうなんですか。過去何回か勝ってます。あ、そうですか。はい、すごいですね。しかも CIP フランスでパリで行われたワールドカップでもうで倒してますからね、地元開催で。さあ赤ピストの実況にちょっと戻っていきましょう。はい、マシュー選手がアボラ選手のアタック、アボラ選手は自分のアタックではないかと、あ、ビデオ判定を要求しましたね。うん、今のはどちらに思いますか。私はアボラ選手のアタックのように見えましたけど、僕もアボラ選手のアタックに見えましたね。はい、今のところ100発着地なんで私の予想が。もうこれもアボラ選手ではないかと。そうですね、そうですね、はい、思った通りでした。さあ2対1となりました。はい、アボラ選手も今そう世界ランキング相当上位ですよね。シングルランカーですかね、9位ランクインしてる非常に強い選手です。対するマシュー選手は勢いのある若手ですから、ね、うん、アメリカはやっぱり勢いのある若手がすごく多いですよね。うん、みんな勢いありますね。はい、やはりアメリカという血がそうさせるんですかね。うまいですね、身長を生かした。そうですね、の接戦を繰り広げている、はい、2対3。まあ、斉藤選手しか残ってませんよね。そうですね、斉藤選手、日本人選手は、はい、はい、なんとか頑張ってほしいですね。うん、うまいですね、エルワン選手。斉藤選手のコントラダックを剣で止めて。さあ、黄色ピストとブルーピストもちょっと見ていきましょう。黄色ピストはピーターヨッピヒ選手ですね。ヨッピヒ選手です。対フランス、ルフォー選手ですね。ルフォー選手も現在、何番ぐらいですか。結構上ですよね。そうですね、ランキング、まあ、10番、16番以内の以内には間違いないと思います。強い選手です。対するピーター・ヨピヒ選手は、なんと、クルーズ選手と同様に、はい、私と同い年なんですよね。なるほどですね。ピーター・ヨピヒ選手は5回世界選手権を取ってるんですかね。4回じゃない？4回ですかね。確か4回ですよね。4回世界選手権を取ってる選手ってなかなかいないですよね。そうですね、一番多いんじゃないですかね。はい、とブルーピストの方はあれはイタリアはビアンキ選手ですかね。あ、私ちょっと知らないですね。ビアンキ選手もかなり若手の。あ、そうなんですか。22、3、今年からシニア。あ、そうですか。か去年からシニアの若手の選手ですね。対するアメリカの選手はイツキン選手ですね。イツキン選手はまだ20歳とかの若手同士、さらに若い選手ですね。若手同士の対決ということですね。お互いとも最近メダルを取って勢いのある選手ですね。うん、さあレッドビスト少々点差がついてきましたが、
アボラ選手が今チェーンのポイントを取り返しました。アボラ選手ビジナーにはいかないですね。スピード感ですよね。そうですね、ゆっくりな、ゆっくりな動きからいきなり速く、はい、あの0-100でこう、はい、スピードを出せるっていうのがあのアボラ選手の持ち味。そうですね、やはりあの滑らかな下がりがあることによって下がると一気にも下がれる、いつでも出れる、はい、それを追おうとした時に前に逆に前に出てコンタクトで感じる。マシュー選手が一回攻撃を失敗して、そうですね、はい、なんですけれども、はい、どうですかね。はい、そうですね、はい、さあ現在レッドピストの解説をこのチャンネルではしております、はい、プラスボタンとマイナスボタンをそれぞれ押すことでチャンネルが切り替わりますので、いろんな聞いてみてください。プレゼンツ2019高円宮杯フェンシングワールドカップ東京大会、現在、ベスト32の2試合目に差し掛かってます、はい、レッドピスト5対6追いついてきましたね、山田さん、はい、マシュー選手アタックどんどん仕掛けていきますね。そうですね、やっぱりアボラ選手みたいにあのスピード感のある選手には自由にアタックをさせない方がいいと思いますので、はい、マシュー選手としては主導権を常に握るのがいいと思いますね。しかしアボラ選手もまたディフェンスが得意な選手な、ああ痛そうですね、今のはちょっと剣が当たりましたか。マシュー選手の背中を狙った振り込みが腕に当たってしまった。おそらくアボラ選手の動きが速すぎて手に当たっちゃったんじゃないですかね普通は当たんないんだろうけど、アボラ選手の動きがあまりにも速すぎてちょっとアクシデントですね、はい、速すぎるがゆえの、はい、こういったアクシデントを起こす時は5分間の休憩を取ることができます、はい、しかし大丈夫そうですね。大丈夫ですね、はい、一時的なものなのでスプレーで冷やして試合再開ですね、はい、さあ斉藤選手も接戦ですね、6対7、はい、いいですね、いいですよ、さあ頑張れ斉藤。斉藤選手ディフェンスでやっぱり取っていきたいですね。うん、しかし L1 選手もアタックがまた上手い選手ですね。そうですね、彼も私の一つ上の年齢なんですけれども、すごくタフですよね、動きますよね、やはり何といっても楽しいですからねおっと今、はい、フェンシこの高円宮杯に出場している選手の中で最年長ではないですか、もしかして。あ、本当ですか。まあ37ですからね。そうですね、多分最年長だと思いますけれども、もうこれ以上になるともうよぼよぼなおじいちゃんとかになってきちゃいますよねいいですよ、さあ、赤ピストは1セット目の休憩が終わり、1セット目の休憩が終わって2セット目に差し掛かりますね、はい、点差は動いてないですね、はい、さあ2セット目ですね、赤ピストさあどうでしょうか。マッシュ選手も背中をよく狙ってます。そうですね、マッシュ選
しても身長差がありますので、すごく有効なあのラインだと思います。アボラ選手はまたそこを本当にうまいですからね。そうですね。おっと、これはアボラ選手のアタックのように見えますが、審判員がアルトでプレーを止めてしまいましたね。何アルトですかね。アルトってマシュー選手が剣を離してしまったんですね。ちなみにアルトというのは、やめの合図ですね。そうですね、はい、待てみたいな感じですね。そうですね。いやちょっとこのぐらいの試合になる、このぐらいの選手たちになると、はい、ちょっと見入ってしまってちょっと、ね、言葉数が少なくなってなってきちゃいますね、ちょっとね。おー、アボラ選手が返しましたね。返しましたね。6対6同点、はい。さあ、ここから緑ピストの休憩も終わりますね。終わって2セット目に差し掛かります。1点ビハインド、7対8。頑張ってほしいですね、はい。さあ、斉藤選手、斉藤選手はやはりディフェンスで戦っていくことになりそうですね、うん。いいですね、斉藤選手のアタック、 斉藤選手のアタックうまいですね。エルワン選手は自分のアタック継続だという、そうですね、いう主張をしてますね。しかし今のは斉藤選手のアタックで良いかと思いますけれども、僕もそう思いますね、はい。エルワン選手が準備段階、はい、攻撃の準備段階で斉藤選手が長く沸いたんですけれども、はい、準備段階の最中に自分から攻撃を仕掛けて、そうですね、はい、あとか攻撃をしたという判定だったんですね。私エルワン選手が剣を避けに行きながらみたいな印象もありましたね。うん、ね、ちょっとアクションが、はい、どうでしょうか。そうですかね。そうなく最高選手だと思いますが、はい、そうですね、そうですね、ナイスアタックですね、はい、間違いないですね。8対8、ここから点を取っていきたいですね。先にアボラ選手もあったり、もう逆転してリードしますね。そうですね。さあ1点差。同じようなフレーズですね。今度はエルワン選手のアタックを主張している。審判動きません。おー、あー、いいですね。そうです、そうです。また審判も思わせてるな。ちょっとどうしようかな。ジェスチャーが分かりづらかったですね、はい、待ってましたね、みんな動かなくなるの、やらしい見せかけての、いや、こっちです、やらしいレフェリーですね、はい、エンターテイナーですね、はい、演出というか、なるほど、まあ、これもまた一つの練習の面白さというところですねさあ、9対8リード離すんじゃないですかね。そうですね、もしかして、あ、しかし強いですね。弱気になってはいけない、弱気はいけない。斉藤選手、エルワン選手強気でいきましょう。そこをもう攻めてきます。このピストは試合終了。これはぶつかった後そうですね、やめの合図の後の、はい、ランプだったので、無効ということですね。これはもったいないですね。もったいないですね。先ほどと同じような形だったんですが、ランプがつかなかったですね。さあ、レッドピストのアボラ選手が10点に乗りました。離してますね。あと5点ですね、はい、やはりアボラ選手強いですね。終盤に、はい、終盤に差し掛かっております。左手もまた上がってきましたね調子のバロメーター的な、はい、アボル選手が強いときは左手がもうどんどん高くなってくるんで本当ですか僕個人の見解です。うまいですね。逆ですね。これは逆じゃないですか。これもアボル選手絶対ビデオ使うべきですよ。使いましたね。そうですね、もう変わります、ジャッジは、うん、私もアボル選手のアタックだと思います、はい、マシュー選手が剣を空振って、ビデオレフェリーの解説、ビデオシステムの解説ですけれども、1試合につき、各選手に2回まで、
2回までの、ビデオ要求の権利が付与されます。はい、このビデオ要求なんですけれども、テニスのチャレンジと同じような感覚で、審判の、ジャッジに、はい、異議がある場合は、ね、はい、ジャッジが付与することができます。なのでジャッジが今変わったので、アボラ選手はまた使えるということですね。そうですね、数が減らずに、2回までなんですけれども、トライが成功、はい、チャレンジが成功した場合は、数が減りませんので、はい、何回でも使えます。2回失敗してしまうともう使えないということですね。トマシュ選手うまいですね。うん、払う剣をよくかわしての、しかし4点差。さあ、斉藤選手、緑選手ではない、選手緑ピスト斉藤選手うまいですね。いやだだ、これは読まれてますね。そうですね、先ほどまで点を取れてたタイミングを逆に利用されましたね。うん、このあたり の、 その17対応力というのも、そうですね、あの年長のフェンサーとしてのなんか貫禄のようなものを感じますよね、はい、エルマン選手魂で避けてますね。お、魂使いたいだけじゃないですか。今の厳しいですね。ここ粘りどころですね、斉藤選手、ね、頑張ってほしいです。そうですね、前に出た方がいいですね、はい、今下がってもいい。そうですね、そうですね、斉藤選手の、はい、得意なパターンですね、はい、下がって負けてしまっているシチュエーションが多いので、はい、自分から前に行った方がいいと思います。はい、あー下がんない、下がんない、あーだだ、しかし今の下がってはいけない、審判ももうアタックをフェールツッシュということで、ついてもルッペッシュ選手の勝ちということでしたね。さあリーチがかかった、お、あー負けてしまいました。あ斉藤選手、まあ、途中までは接戦だったんですけれども、はい、やはり終盤ですよね。そうですね、終盤に貫禄を見せつけられた、貫禄がもう試合でしたね。あれもうヒゲが貫禄ありますもんね、あれエルワン選手。いや、やはり日本人選手に足りないところですよね。ヒゲですか。はい。お、14対9ですね。こちらも、こちらも赤ピスト、試合が終わりそうです。やはりもう。しかしマシュー選手も粘る、上手いですね、今ありますね、今すごいすごい突き方でしたね。サボラ選手残り15秒ですが、決めに行くんですかね、あれはどうでしょうか。マシュー選手が、うん、そうですね、マシュー選手が剣を叩いての攻撃、ね、アボラ選手は剣を変えますかね。そうですね、剣を変えて時間を使いたいっていうことですかね。そうですね、これはちょっとテクニックですね、これは、はい、やはりアボラ選手もヒゲが生えてますもんね。ヒゲが生えてないと強い選手もいますからね。ヒゲが全てではないですから。今日は先輩も結構ヒゲありますもんね。私はもう無上品なので完全に。まあ、少し日本はヒゲが生やしづらいってところありますからね。さあ黄色ピストンピーター選手がもリーチかかりましたね。さすがに世界選手権お互いイエローカードが出てますね。かなり試合内容が荒れてそうですね、うん、これは。お、アボラ選手終わりましたね。アボラ選手相手の攻撃を止めてからの切り返し、最後は返し突きで15点目を獲得、はい、アボラ選手16進出です。